どうもこんにちは、松井塾の松井です。トランプ大統領が、血統主義に変えるって国籍の条項をアメリカが出生地主義から血統主義に変えるというふうな形のことを言ってましたけれども、まあそのニュースについて、まあ大学受験の形という形になるので、まあ国籍についてちょっとやっていきたいなというふうな形になります。よろしいでしょうか。大学受験を目指す方は、しっかりとこの辺のところの知識とかいうのは、どんどん吸収していってください。勉強はもういつまでも続きますから、常に新しい情報、っていうふうに更新していかないといけないという形になります。国籍の決め方っていうのは、おおよそに分けて2つあると思っておいてください。出生地主義。出生地主義。つまり、どこで生まれたか。いいですか。どこで生まれたのかというふうな形が多いという形になります。はい。で、どこで生まれたかというので採用しているのが、出生地主義。こちらになります。で、もう一個大事になってくるのが、血統主義というふうな形になります。つまり、血統によって国籍が決まるという形になります。つまり、お父さんかお母さん、もしくは父か、もしくは母、この、二人の国籍が、まあ、例外的事象としておじいちゃんおばあちゃんというケースもあるんですが、父か母のどちらかの国に属するかということです。はい。これが要するに、まず出生地主義と血統主義という二つのポイントになってきますという形になります。で、実はどっちの方が多いですかっていう話になるんですが、これね、入試問題でね、結構ね、バラバラな感じになるんですよ。バラバラな感じになるって何かっていうと、本来のデータとは違うよっていう風な形になってるんで、なんていうんですかね、その人の思想、つまり大学受験の文章を書いた人の思想にどうしても引っ張られちゃうんですよ。で、どういう風にグローバル化的にはどっちの方が多いかっていうと、血統主義の方が多いです。出生地主義を取っている国っていうのは、カナダ、アメリカ、ブラジルとかあの辺だったかな。だから基本的にはカナダとアメリカぐらいしかないと思っておいてください。で、今アメリカがこの出生地主義やめて血統主義に直さなきゃダメだろうっていうふうにトランプ大統領が言い出したって。これがまず大事なところね。大事なところになってきます。で、ヨーロッパは確か全部血統主義だったはず。一部分的に出生地主義、使ってる場合もあるんですけど、出生地主義を部分的に運用するっていうケースはあるんですけど、基本的には血統主義でやるっていう方が、大体一般的です。で、どういうふうに文章を書いてくるかっていう話になるんですけども、要は、この血統、もし出生地主義を押してくるっていう大学受験の問題だった場合、こっち側を押してくるっていう場合は、もう文章としては非常に簡単なんです。なんで出生地主義の方が大事かっていうふうな話をしてくるかっていう話になるんですけど、この血統主義が差別でしょっていうことなんです。つまり、お父さんやお母さんが、要は例えば日本で考えるとしたら日本人だとします。で、お父さんがお母さんが日本人だから日本国籍ですっていうんじゃなくて、その、どこで生まれたかっていうことで国籍を決めるべきじゃん。これからのグローバル社会そういう差別とか良くないでしょという風な形になるわけですね。これからもグローバルな社会なんだと。だから、血統によってその差別をすることは良くないことじゃないんですかという風な形で、まあ要するに書いてくるっていうケースが、まあ出生地主義を押してくるという形になってくるんです。で、じゃあ、血統主義、じゃあなんで、もし皆さんも考えてほしいんですが、出生地主義が本当に正しいんだとしたら、別に出生地主義でいいわけじゃないですか。すべての国が出生地主義にやればいいじゃんって思うじゃないですか。で、逆で書かれた場合はめっちゃ難しいです。つまり血統主義で押してくる場合っていうのはめっちゃ難しいです。で、これ血統主義を書いてる文章がね、なんかすごい右翼な人が書いてる文章やったらすげえ楽でいいんですよ。要は、なんですか。やはりその国っていうのは民族というのは血縁関係によって大事になってくるんだみたいな、そんな簡単な話じゃないんですよ。国籍の問題っていうのは、実は無国籍と二重国籍って、まあ、後のやつでもやろうかなと思ってるんですが、無国籍、二重国籍の問題って、そんな簡単な話じゃないんですよ。単純に、そのなんか、はい、そうですね、みたいな、そのなんか、リベラルな人々が言ってるほど簡単なことでは実はないんですよ。で、問題は、この血統主義をなんで他の国が採用しているかっていうことになるのかって話になるんですけど、皆さんも考えてほしいんですけど、一体何人の人が海外旅行してますかって話です。何人の人が海外旅行してますかって話なんです。
で、まあ、日本だけでも年間で4000万人近い外国人の方が旅行目的で訪れたり、仕事やなんやかんやで訪れたりするわけじゃないですか。で、これが全世界で中国の人が行ったりとか、アメリカの人が中国に行ったりとか、その、ヨーロッパの人が中国に行ったり、中国、ヨーロッパの人が日本に来たり、ヨーロッパの人がアジアに行ったりっていうことっていうのは、山のようにあるわけですよ。で、その時に妊婦さんがどのくらいいますかっていうふうに考えてほしいんです。妊婦さんがどれだけいますかっていう話になった時にですよ、すべての国が、いいですか、すべての国が出生地主義なんていうものを導入したらどうなるかって話です。例えば、ドイツ人のカップルがいました。ドイツ人は、出生地主義を取っていました。ね。日本でも出生地主義を取っていました。ドイツに妊婦さんになってたんだけれども、予約していたので、京都に旅行に行きました。いいですね。京都に旅行行きました。でも、女の人が突然お腹が痛くなって、子供が生まれちゃいそうです。で、日本の京都の病院で産みました。いいですか？ここまでわかりますか？ってなると、その子供は一体どこの国の国籍になりますかって話です。その子供はどこの国の国籍になりますかって話です。で、ドイツ人のお父さんとドイツ人のお母さんがいました。で、その生まれてきた子供は出生地主義で行くんで、日本で育つんですか？日本国籍になるんですか？そうすると、要するに、じゃあ旅行が終わりました。じゃあドイツに帰りましょうっていう時に、赤ちゃんは日本国籍なんで、ドイツに行けねえじゃん、ドイツで定住できないじゃんっていう事態が発生するんです。だから出生地主義を取っている国が少ないんです。いいですか？出生地主義を取るってことは法整備がめちゃくちゃしんどいんですよ。わかりますか？出生地主義、こういう場合はこうじゃなくて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 っていう形になるんです。で、それが要するにないっていう状態にしないと非常にまずいので、とりあえずみんな血統主義にしてしまっているっていうのが、まあ現状としてはありますよということです。だから、ここすごく大事なところなんですね。だから、出生地主義、確かに、出生地主義に、日本を出生地主義にすべきだっていうのに書いてくれてる文章は、すごく楽なんです。すごく楽。血統による差別をしてはいけませんよねっていう結論式で来るから、もう内容見なくても、出生主義と血統主義があって、この日本の血統主義はもう時代遅れだみたいなこと書いたら、あ、もう絶対結論それだってすぐわかるんです。現代の時にね。ところが、出生地主義、血統主義の問題点はっていう風に来たら、うわっていう状態なんです。うわ、これ国籍法がめっちゃめんどくさいってこと書いてくるやんって話になるから、こういう要するに問題点が発生しますよということを皆さん覚えておいてください。いいですか？だから、ほとんどの国っていうのは、血統主義を持っていますよ、というふうな形になっているのは、そういう理屈から成り立っています。まあ、出生地主義っていうのは、やっぱこう、人間の移動が激しくなればなるほど逆なんですよ。グローバル化したことによって、逆にこの出生地主義っていうのは、後退していってるんですよ。要するに、グローバル化が進んで、みんなが自由に移動したときに、要するに、親と子供で国籍が違うとかになると、もう住む場所を変えないといけないとかいうふうな形になってくる。だから、この出生地主義っていうのが、あんまりこう、世界的には、あんまりグローバル的には受け入れられていないっていうのは、そういう理由があるからです、ということになります。はい。ということで、この出生地主義と血統主義、この違いを皆さんしっかりと見ておきましょう、ということになります。ね。次回は、二重国籍と、まぁ、ちょっと無国籍について、ちょっとだけ話しようかな、というふうに思ってます。はい。ということでね、皆さん本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。